静岡市立、芹沢圭介美術館は、静岡県静岡市駿河区トロにある美術館。国の重要無形文化財に指定された、染色技術である、片絵染めの技術保持者イコール人間国宝に認定された芹沢圭介を検証し、その作品などを展示する。芹沢圭介氏の功績を称える石碑静岡市、駿河区トロ5丁目。 トロ遺跡と静岡市立トロ博物館があるトロ公園内に所在する。静岡市出身のセリザーが自身の作品と世界各地で収集した民族資料コレクションを市に寄贈したことが契機となり、1981年に開館した。美術館本館は銅板武器屋根に一室みの外観を持つ鉄筋コンクリート製の平屋建て建築で、 建築家の白井誠一により設計された。白井が好んだ京都、高山寺の石水院にちなみ、石水館と呼ばれる。なお天井バリ内装は木工家、早川健之助の手による、1988年に公共建築賞優秀賞を受賞し、1998年には、 建設省により公共建築100選に選定された。館内は10室の展示室に分かれており、着物や帯、のれん、屏風、学園などのザワ作品が多数展示されている。収蔵数は約800点に上る。またザワは、染色家だけでなく世界の民族資料など、工芸品コレクターとしても知られ、総数六千点に上るとみられるコレクションのうち、 約4500点が収蔵されている。屋外には1987年に東京都大田区蒲田から移築した芹沢圭介の家がある。ありがとうございます。